はい、それでは今回はイベントコースをやっていきたいと思います。クリア率は約 18% なんだぜ。ショーン、懐かしいね。あとモグラは何だろう？私は羊のショーン見たことないんだが。え、マリサ知らないの？ SF でスティーブ・ジョブスの相棒として世界各国を棍棒一つで戦い抜くアニメだよ。羊のショーンは詳しくないが、絶対違うってことだけは断言できる。マリサン君は人を信じましょう。何を隠そう、私がスティーブ・ジョブスなんですから。おい、スティーブ・ジョブス、1たす5は？6ですよね。簡単簡単。簡単簡単っていう割にすごいシンキングタイムだったんだが。違うんです。リンゴ食べてたんです。意味わからん。てかそろそろ実況やっていこうぜ。嫌です。私をスティーブ・ジョブスと認めるまで実況しません。永遠に実況できねえ。さあマリサ認めなさい。私は誰ですか？お前は斉藤さんだー。じゃあ、斉藤でーす。で、アホかー。また斉藤さんになっちまったー。お前が真面目に実況しないからだ。真面目に実況しない代償大きすぎませんか？こうなったら意地でも実況しません。このまま斉藤だろうがアンガ田中と言われようが絶対しません。よし、じゃあとにかく明るい安村にしてみるか。さあ実況、やっていくぞー。この土管に入ってみましょうか。よほど安村になりたくないんだな。サムネだけでも安村やらせるか？お断りー。なんかうざくなったな。これは何か意味あるのかな？いや、特に意味ないだろ。とりあえずピースイッチ持って戻ろうぜ。かしこまりー。だからその言い方やめろ、うざい。あ、わかりました。このピースイッチ使って左のコインをブロックに変えるんだ。ふふふ、さすが天才。斉藤さんだぞ。そんなに斉藤さんが好きなら、お前の髪の毛を斉藤さんと同じようにしてやろうか？マリさんくん。いじめ。かっこ悪い。それは斉藤さんにも失礼だろ。申し訳ー。マジでうぜー。さあ斉藤霊夢くん、今回ほとんど実況していない。マジで実況をしてくれないか？おっと、これはマジのトーンだね。怖い怖い。しかしマリさんくん、私は大事な時間を割いて実況しているんだよ。いわばお客様です。そのお客様に向かって命令口調はないでしょう。あれ？もしかして怒ってますか？殴るんですか？殴るんですね。わかりました。どうぞ。ヒーハー。私を殴るなんて、どうかしてるぜー。まったく、じゃあ実況再開するんだぜ。わかりました。さてと、このモグラのプーの攻撃を華麗にかわしてくと、私にはガンガンダメージ受けてたように見えるんだが。マリさんくん、鋭いも何も誰でもわかるわ。おっと、ここから全自動かな？マリさんくん、笑われました。何がいけないんでしょう。顔だろ、まごうことなき顔だろ。ちょっと何言ってるかわかんない。よしよし、中間は美味しい。しかし意外と長めのコースなんだな。羊のショーンを知らないから何とも言えないんだが、今のところショーンの感じが出てるのか？出てます。ガンガン出てます。まあ私ショーン知らないんだけどねー。ダメじゃねえか。マリさんくん、この斉藤、訂正するぞ。ショーンを知らないわけじゃない。内容を知らないだけだぞ。さっきからだぞだぞうるせえな。斉藤さんだぞ。誰か、ハンマー持ってきてくれ。おっと、こんなところに来たが、よかった。正直進めなくて詰んだと思いました。まあ斉藤さんになってしまったせいでお前の人生は詰んだけどな。ちょっとマリサ、斉藤さんに失礼でしょ。謝ってよ。謝れよ。謝れって言ってんだろうがこの野郎。お前どんだけ斉藤さん信者なんだ。まあいい、とりあえずこのリフトに乗っていくか。なんとか実況する雰囲気に持っていかないと。斉藤さんだぞ。ダメだ、こいつ実況やる気ねえ。斉藤さんに変えられた時に私は誓いました。これからずっと実況せず斉藤さんと言い続けると、なんとも迷惑な機会。だがそろそろ終わりじゃないか？中間も2回取ったし。このステージが終わっても私は斉藤さんでいますよ。そうだ、今度からタイトル変更しましょう。ハゲチャビン斉藤さんがマリオメーカーやるぞ、に変更しましょう。からのゴール。どうマリサ、いいタイトルでしょ？言い訳ねえだろ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それでは今回もイベントコースやっていきます。結局まだ斉藤さんなのかよ。斉藤キャラクターズ、バイバイ髪の毛、マイカツラ。さて、サンリオに怒られるようなことを言ってからスタート。大丈夫です。さてと、これは左か右か、って言ってる間に言ってんじゃねえか。勢いです。まあいい、アミーボの中身はキティちゃんだったな。うんうん、かわいい。では行きましょう。クリア率は高かったし、サクサク行きたいところなんだぜ。こっちみんな。
だからこっちみんな、お前マジで怒られるからやめろ。大丈夫大丈夫。斉藤さんだぞ。だから斉藤さん関係ねえ。マイメロディー今のところ出てきてないけど、もしかしてさっき右行ったところがマイメロステージだったりして。ありえなくはないな。あ、キティちゃん飛んで行っちゃった。まあいいや、どうせキティちゃんだし。今の発言は全国のキティちゃんファンを敵に回したな。大丈夫です。キティちゃんファンの方々の9割ぐらいが斉藤さんのファンだろうし、許してくれます。なわけねえだろ。キティちゃんファンの方々、どうしたら許してもらえますか？斉藤さんだぞって言えば許してくれますか？それで許してもらおうとするんじゃない。普通に土下座しろ。わかりました。キティちゃんファンの方々、どうもすみま斉藤でーす。やばい、恐ろしいほどの殺意に満ちた視線を感じる。マリさんくん。斉藤さんだぞ。ごめんな斉藤。まったく、こんなことになるなら斉藤さんにしなければよかったんだぜ。でもずっと前のマリオメーカーでも斉藤さんになったけど、もう一度斉藤さんみたいってコメント多かったし、私は慣れて幸せです。なぜかって、視聴者さんの笑顔が見れるからです。皆さん、これが露骨な好感度稼ぎというやつです。覚えておきましょう。好感度稼ぎじゃないもん。好感度アップ大作戦だもん。意味が完全に一緒だ。おお、そんな話してる間にゴールあったね。ではゴール。今回は全然実況できず、申し訳ありませんでした。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこの辺りで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。